皆さんがもし成功したいのであれば、結果を出したいのであれば、高い仕事をやるべきなんですよ。今日はモーニングルーティーンワースト5についてね、お話ししたいと思います。まあ、ベスト5の動画も撮ってるんで、まあ、両方とね、まあ、対になってないですよ。しちゃいけないこととすべきことなんで、今日はね、したらアウトなことをね、モーニングルーティーンワースト5として話したいと思います。で、早速1個目からいきますけど、1個目、朝食を食べるっていうことですね。食ってるよって人大量にいると思います。自分も大学生の頃まで朝食食ってました。もうアウトですね。朝は基本的に、まあ、朝の10時ぐらいまでは人間排泄の時間です。で、モーニングルーティーンのそばからいきなり排泄っていう話になっていくんですけど、1回目の排泄があるまでね、基本的に食べ物を口に入れないでください。消化は、まあ、消化でエネルギー使いますし、排泄は排泄でエネルギー使うんですよ。だから寝て体の中でいろいろとデトックスされて、で、スタンバイ状態ここになってるわけですね、あれが。で、あれがちゃんと10時に1回目いなくなるまで、エネルギーをちゃんと排泄に回さなきゃいけないんですよ。だからにもかかわらず、朝一何か飯食うってことは何が起きるかっていうと、排泄にエネルギーがいかなくなるんです。消化にエネルギーいっちゃうんで、なんで非効率ですよね。だから人間マルチタスク得意じゃないんですけど、そもそも朝一いきなり体にマルチタスクさせてるっていう不合理があるんで、だから大半の日本人生産が低いって言われちゃうんですよね。で、昔は起きてる時間が短いから2食でよかったんですよ。今の現代人どうなってますかね。大して体を動かさないのに3食、起きてる時間長くて3食食ってるんですよ。だからね、3食すでにね、食べ過ぎなんですよ。体を動かしてないからね。なので朝一番しちゃいけないこととしては朝飯食うってことなんですよ。だから意外だったかもしれないですけど、人間がね、もともと習慣とか、もともとのエネルギー量とかね、その消費エネルギー考えたら分かるじゃないですか。学生の頃なんで良かったか分かります？毎日 1,2 時間体育の時間があったんですよ。体育の時間があって、運動もしてたから、部活とかで、だからね、3食食べてても全然良かったんですけど、皆さんね、体育の時間がね、毎日1時間あって、その後部活やってんだったら3食食べて大丈夫ですけど、そうじゃなかったら3食はね、食べ過ぎなんですよ。で、福山とかタモリさんとか、まあ、有名な方々、あとはね、起業家の中で有名な方とかだったも、1日1食って多いです。むしろ頭使うだけのお仕事だったら、途中糖分を上手に取ったりとか、途中ね、酸素を抜くために水素を取ったりとか、その程度プラス1食で十分なんですよ。ちょっとルーティーン1個目なんで、もう終わりにしますね。ルーティーン1個目、朝食食べるなって話です。これワースト1です。で、モーニングルーティーンワースト5の、2個目ですね。これ何かっていうと、ランニングとかです。あと、エクササイズとかですね。起きた直後に、起きてから間もない時間でランニングとかしちゃう人いるんですよ。朝の運動は大事だって聞いてたんでって言って、運動は大事ですけど、軽い運動ともう重い運動全然違うんで、心拍上がるようなことしないでくださいって話なんですよ。軽く体を動かすのは、その体がね、ずっと6時間ぐらい寝ちゃってるから、それで固着しちゃったやつを溶かすのにすごいいいんですけど、ハードワークは何かっていうと、体がガチガチの時にめちゃくちゃ勢いよく動かすから、何が起きるかっていうと、体がついていかないってなるんですよ。でも無理くり運動させることは可能なんですよ。体はちゃんと動くからね。でもポテンシャル通り動かないんですけど、だからそうやって無理くり動かすと、今度何が起きるかっていうと、例えばどんどん年取って脂肪が多くなって、で血管ドロドロ、血管細くて、血管のね、膜が薄くなった人、何が起きるか。ハードに運動させると、もう薄いポンプで錆びてて、中をヘドロを動かすんですよ。ポンプの圧力をどんどん上げることができるんですよ。走らせまくれば血管破れますね。とか心筋梗塞とか、そういうのはこういうハードなことで起きます。なんで、ワースト5の、2個目は激しい運動ってことですね。ランニングとかです。じゃあモーニングルーティーンのね、ワースト5の3つ目何かっていうと、もうテレビ SNS です。メディア系はね、皆さん見てて人生が良くなる情報より悪くなる情報の方が残念ながら多いです。まあ、テレビ見ててニュースになること、いいこと悪いことどちらが多いでしょうか？悪いことの方が多いですね。まあ、天気予報だけ見る人とか、占いだけ見る人だったら別に構わないですよ。天気予報占いはね、そんなに自分にとって害のない情報が多いですから。でもニュースって呼ばれるような情報って、ネガティブな情報の方が多くないですか？コロナの感染者数こんなに増えたよとか、どこどこで殺人事件が起きましたってなるじゃないですか。で、殺人事件とか自殺とかね、死んだ人数って、まあ、毎年何万人ってカウントされてますけど、同時に何万人以上生まれてるんですよ。だったら出生おめでとう、どこどこの土地で何々ちゃんが生まれました、おめでとうございますってニュースがちゃんと均等割でね、半々になるようになってたらニュースは見る価値がありますけど、プラスマイナスのね、両方が均一なんで、まあ、誰々が合格、東大に、合格しましたみたいなニュースがね、流れてたらいいんですよ。で、皆さんが見るニュースね、ネガティブなものばっかなんですよ。だから自分は大学の時からテレビは捨てましたし、
だからね、当時からネガティブな情報はいちいち知らないわけですよ。成功者、本当に豊かに成功していると、テレビ見てない人の方が多いはずですよ。見ててもメンタルが1ミリも揺らがない人です。ネガティブな情報もただのテキストで、人が死にました、あ、死んだんだ、うん、で終わる人だったらいいんですけど、まあ怖いとか言ってるようだったらもうテレビなんか見ない方がいいですねっていう話です。で、 SNS も同じです。 SNS は基本的に今自慢合戦なので、どの SNS もね、他人の自慢見て気分が良くなる人ってあんまりいないと思うんですよ。で、成功者で SNS 見て平気な人は分かりやすいじゃないですか。堀江さんなんかね、携帯2台持ちで SNS 見まくってるって話だし、飯食ってる時もそうだけど、じゃあなんであの人成功してるかと想像したら分かりますよね。他の人が業績こんなに上がったって自慢話上がっても彼興味示さないですよね。あ、ふん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 みたいな感じで終わるじゃないですか。そうだったら SNS 見てもいいんですけど、皆さんどうですか、ここ数日の自分の SNS 見た時の心境を振り返って、ちょっとあの人羨ましいとか、なんか俺より先行かれた悔しいとか思ったり知ってます？だとしたら朝一 SNS 絶対見ちゃダメです。意味がないんで、人生損するんでね、あんなの見ると。で、モーニングルーティーンワースト5の4つ目ですね。これは読書とか、例えばセミナーとか、その自己研鑽ってやつですね。まあ、人によってはね、朝一自己研鑽しろって言うと思うんですけど、俺は全くもって反対なので、自分の個人的な意見として自己研鑽がダメっていう理由と、あとはそれに対してね、補足をつけたいと思うんですけど、朝一は、まあ、ベスト5の話でした通り、一番アウトプットに適した時間なんですよ。で、自分のヒットポイントが高い状態で作業ができるので、その時間、朝一はインプットワークかアウトプットワークでやるんだったらアウトプットワークにしてほしいんですね。皆さんがもし成功したいのであれば、結果を出したいのであれば。なので、インプットっていうのはとても大事なんで、自分もね、月に、まあ、50冊か100冊ぐらいね、読むタイプの人間なんですけど、インプット朝一なんて絶対やんないですからね。なので、毎日のルーティン、モーニングルーティンとするのであれば、アウトプットをお勧めします。で、インプットもしね、どうしても朝一からやりたいっていうんだったら、もう土日に留めてください。もう生産性の高さはね、インプットよりアウトプットの方が大事っていうことは、もう大体の人が証明してますからね。これがだから、モーニングルーティンのワースト5、4つ目ってことです。じゃあね、モーニングルーティン、ワースト5、最後の5つ目なんですけども、これ何かっていうと、夜できることをやるなっていう話なんですよ。夜できることをやるのはもうワースト5です。まあ、さっきの話でありましたね。朝一番生産性の高い時間は何をするべき？価値の高い仕事、生産性の高い仕事をやるべきなんですよ。だから皆さんがね、前日のヒットポイントの低い、もう生産性の低い時でもできる仕事を朝一にやっちゃダメなんですよ。だから朝一は最も生産性の高い仕事をやるべきっていうことですね。だから朝一自分が持ってるタスクの中で、まあ、例えば自分ですけど、自分の場合ですけど、どういうことやってるかっていうと、社員からこれ確認お願いしますって言われたのは、それに対するフィードバックが最適じゃないと、社員のその後の生産性がだだ下がりするんで、だそういうのは自分の中で朝一のタスクなんですよね。でもそうじゃなくて、営業ぐらいのお仕事だったら、営業ぐらいって営業下げる意味じゃないですよ。営業って基本的にルーティンワークでいけるじゃないですか。どういうクライアントさんにどういうパターンの提案文書が自分のストックの中からね、投げたら一番成約率上がるとかいうのがあるわけじゃないですか。で、むしろ朝一の電話って基本アウトバウンドやってれば分かると思いますが、一番嫌がられるんで、電話するなら昼時くらい、昼、まあ午後とかですね。飲食店はダメですよ。午後の片付け忙しいんでね。でも B2B 営業だったらそうだから、営業マンで一番生産性高い時間にやるのは、営業のメールさばきとかじゃないんですよ。でも管理側になってくると、それぞれの営業が今こんな商談の状況ですって来たのに対して最適な回答しなきゃいけないから、このフェーズにいる人は基本的に朝一メールとかチャットとか連絡系対応しなきゃいけないんですよ。だから皆さんがどっちにいるかによって変わるんですけど、一番生産性の高い仕事をやるのは朝一なので、夜できる、前日の夜でもできるような仕事を朝一に持ってくるっていうのはもう愚の骨頂って話になりますね。なので、そういう風にねならないようにしてもらいたいなと思いますし、今日のワースト5にね入ることを1個でももしやってんだったら、皆さんのその無知によって下げられてるっていうことではあるので、ぜひね、やらない方がいいことはやらない方がいいんじゃないかなっていう、あくまで私からの提案なので、まあ、逆説の意見もあると思います。朝ね、生産性が高いならば吸収に当てるべきだっていう人もいるかもしれないんで、その自分の自己検査にね時間を注ぎたいっていう人だったらそれでも構わないんですけど、あくまで大坪さんはどうしてそこまで来たんですかっていうふうに言われたら、こういうふうに回答しますよっていうワースト5です。で、ベスト5はまた別の動画で出てるんで、興味がある方はね、そっちもご覧いただければなと思います。はい。
まあちょっとね早口でどんどん喋ってますけど、人によってはね聞き取りにくいってことであれば YouTube でね 0.5 倍速から 0.75 倍速にしながら見てもらえればいいんじゃないかなと思いますし、まあ早口でも大丈夫だよって人はねぜひYouTube の機能でね動画の再生スピード3倍4倍っていう機能もあるんで、まあ、それぐらいハイスピードで聞いてもらったら皆さんのこう学習スピードも上がりますんで、そんな感じでねこれからの動画も見ていただければなと思います。今日気づいたこととかね、これからやってみようかなとか思うことがあればぜひコメントだったり LINE のメッセージだったりしてもらったりね、あとは YouTube 登録していただけたら嬉しいなと思いますし、この動画が役に立ったらぜひね皆さんの周り皆さんとね一緒に成功したいっていう人にシェアしてもらえれば皆さん自身も感謝されるんじゃないかなと思いますんで、まあ、引き続きねこのチャンネルよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。